メーテレアナウンサー小松崎花です。皆さん、明けましておめでとうございます。毎年12月31日から1月1日になる瞬間は、思いっきりジャンプをして宙に浮いた状態で新年を迎えています。さて、去年2022年は町球の中継や土曜日のわが町トレジャーなどで東海3県の皆さんにたくさん会うことができました。自分の目で見たこと、耳で聞いたことはずっと覚えています。未だに手紙のやり取りをしている方が何人もいて、今年も美味しいぶどうができたよとか、春もいいけど秋の茶畑も綺麗だよと写真を送ってくれる方もいて、本当に皆さんのつながりをありがたく感じています。今年も東海3県のたくさんの場所に自分の足で行って、お宝をたくさん見つけて、皆さんに魅力的に伝えていけたらなと思っています。今年もどうぞよろしくお願いします。